米軍はアメリカ合衆国ミシガン州ロアー半島の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は10万7771人であり、2000年の11万157人から2.2%減少した。軍庁所在地は米シティ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。米軍は米シティ大都市圏に属している。 米軍は1857年にミッドランド軍、詐欺能軍、アレナク軍の一部を合わせて設立された。当時は人口もわずかだったためにアレナク軍政府も未組織だったので管理上の目的で詐欺能軍に付設された。詐欺能軍とミッドランド軍の選出役人からはバー軍の創設にかなりの反対があった。1854年。 衆議会に提出された米軍創設法案は賛成少数で否決されていた。1857年新たな法案が議会に提出された。詐欺能軍とミッドランド軍の大議員から反対意見が出た後、判断を当該軍の有権者に委ねるという妥協案が示され、1857年2月17日に議会を通過した。この案件は、 詐欺脳軍とミッドランド軍の有権者全員の審判に委ねられ完全に否決された。しかし、米軍として提案されていた領域の住民は提案を承認した。議会を通過した法案は、ベーシティの弁護士チェスター・ h フリーマンが念入りに挿入した言葉があり、米軍が批准を主張できることになっていた。この法の下で、 米軍創設は1857年4月20日に効力を発揮した。米軍住人は1857年6月に軍役員を選ぶ選挙を行った。しかし、詐欺の軍が新しい軍政府の組織を承認しようとはしなかった。1858年冬、フリーマンが米軍の組織を確認する法案を議会に通した。しかしこの法案に対しては、 州知事が拒否権を行使した。この件はミシガン州最高裁判所で審議され、その1858年5月の判断で落着した。この訴訟では被告が詐欺の軍裁判所で審問されたが、想定される違反は米軍で起きており、詐欺の軍裁判所の管轄権にはないと主張して、訴訟の取り消しを求めた。フリーマンが被告側に立ち、 論述を準備したが、病気のために出廷できなくなった。フリーマンの妻の要請によって、ウィリアム・エム・フェントン大佐が、ミシガン州最高裁判所で弁論を行い、米軍は十分に組織化された軍であると宣言されることとなった。1978年、米軍は軍執行役形式の政府を採用した。これは、オークランド軍に次いで、州内では2番目だった。 1973年の法第139では、指名された軍マネージャーあるいは選出された軍執行役のもとに、軍政府を統合する形態を選択肢として認めていた。軍執行役がいる場合、軍政府のすべての部門はそれぞれ選挙で選ばれた役人が長となるのではなく、軍執行役の指示に従うこととなる。また、軍政委員会が可決したや決議に対して、 拒否権を発動することもできるこの形態の政府を採用してから、米軍には3代の軍執行役が就任した。現在の執行役、トマス・ヒックナーは1993年に就任したので、20年間近く務めていることになる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は630.91平方マイルであり、このうち、 陸地444.25平方マイル、水域は186.66平方マイルで、水域率は29.59%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、 福祉など社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。米軍は、下記14の軍区に分割されている。米軍は、 ローマカトリック教会詐欺の教区に属している。ありがとうございます。